さりともと思う心に。原案上田明成作、雨月物語、浅地ヶ宿。さりともと思う心に計られて、世にも今日まで生ける命か。皆の者、逃げろ！野党だ！野党が来たぞ！おらあなた、あなた！足利だか上杉だか知ったこっちゃねえがな。この乱れた世の中じゃ、人を殺して物ぶんどったって、お天道様は許してくださるってのよ！まあ女を殺めるのは気が引けるからな。命を取るよりも俺のことを慰めてもらおうかな。いやおい、楽しむのは後に取っておけ。いいか、この村から一っ子一人出すんじゃねえぞ。へい！ん？おい、あそこを見ろ。男が山の方に向かって走ってくぞ。絶対に逃がすな！へい！待て！この野郎！もう後がねえな。わざわざ行き止まりを選ぶとは。お前さん、この村のものじゃねえのか。生きて、生きて帰らねばならぬのだ。ああ、往生際が悪いぞ。ま、せいぜい成仏してくれや。うわあ、この野郎。勝代様、私はこの家に嫁いだこと、何よりも幸せと思っております。この暮らしが長く続きますことを、今日も氏神様に祈ってまいりました。勝代様、遠い都まで絹を売りに行かなくても、今のままで良いではありませんか。あなたが都へ行ってしまったら、宮城は一人寂しゅうございます。勝四郎様、私はあなたのことを思いながらこの家を守り、お待ち申し上げております。どうかクズの葉が風にそよぐ秋の日にはお戻り遊ばしますことを。おやおや、気がつかれましたか。いや、もうあなた様が川を流れてきたのを見つけた時は本当に驚きましたよ。こんな様子で生きておられるとはただものではないと、主が医師を呼んで
手厚く介抱差し上げたのですよ。それは何とも片付けない。あなた様は丸二日間も眠っておられたのですよ。時折宮城宮城と口にしておりましたが。あ、宮城、宮城のもとに帰らねば。ああ、どうか落ち着いてくださいな。そんなにすぐに動いてしまったらお体に触りますよ。まずはお名前をお聞かせいただけませんか。あい、すまね。私の名は勝代、下総の国のままの生まれであるが、都へ出て絹を売る商いをしていた。まあ、そんな遠くからいらしたのですね。この乱れた世で妻との平穏な日々を守るため、多くの富を得ようと考えたのだ。商いはうまくいったが、里に残した妻のもとに戻れぬまま幾年も過ぎてしまった。まあ、そうでございましたか。ですが、そんな勝四郎様が一体なぜ川を流れておいでだったのでしょうか。野盗に襲われ崖から落ちてしまったのだ。絹も金も失ってしまった。なんと、そのような目に。ですが、そんな目に遭いながらもお命を長らえましたとは。勝四郎様には守り神様でもついておられるのでしょうか。ささ、かゆをお持ちしますから、まずはお力をお戻しなさいませ。一命を取り留めた私は再び故郷へと向かう旅路に出た。今はただ妻宮城のもとに戻りたいと願うばかりである。お前にはもったいない女房だ。里の者たちから何度その言葉をかけられたか知れない。器量がよく姿が美しいばかりではなく、清き心で私を支えてくれた妻、その妻に何を与えているかと考えると不甲斐なく思うばかりであった。秋には帰ると約束しておきながら、どのくらいの時が過ぎたであろうか。なんとお客さん、ママの里まで行かれるのですか。ああ、私の故郷だから。存じていないのですか。何を。あの辺りは戦の場となって、里人たちは皆よその土地へ逃げていきましたよ。なんだと。いやー、物の不立は実に恐ろしいものだったそうです。立派なことを言っておきながら、やってることはまるで野党と変わりません。蔵にあったものは奪われ、抵抗しようものなら切り殺されたなんて話、ここを通る人たちからたくさん聞きました。ではもう里には誰もいないというのか。多くの家が焼かれたとも聞きますし、戦が終わったといってもあんなところに戻る人はなかなかいないでしょうな。そういえば、何があってもここは自分の土地だと言って、ずっとそこに住んでる偏屈なじいさんがいるなんて話は聞きますが。故郷の姿は変わり果てていた。田畑はすっかり荒れ果て、焼けただれた家が連なる。妻との平穏な日々を守るためと勇んで旅立ったが、こんなことになっていたとは。私は我が家へと向かった。夕闇の中、伸び放題の草木に囲まれた家を確かに目にすることができた。ここに宮城がいるはずはない。そう分かってはいながらも、気がつくと何かに吸い寄せられるかのように
戸口へと向かっていた。宮城、どこへ行ってしまったのだ。勝代様。な、宮城なのか。お待ち申し上げておりました。ずっとお待ち申し上げておりました。すまない。宮城は嬉しゅうございます。なぜこのようなところにとどまっているのだ。お約束しましたもの、ここで勝四郎様をお待ちすると。お約束通り秋の日にお戻り遊ばしました。秋か。確かに今は秋ではあるが、あれからいくつ目の秋であろうか。いくつ目であっても構いませぬ。勝四郎様がこのように生きておいでであれば。宮城。さあ勝四郎様、長き旅でお疲れでございましょう。どうぞお入りくださいませ。ここまで長き間この家に戻れなくなるとは思わなかった。しかし中は随分と手入れが行き届いているではないか。まるで昨日出た家に戻ってきたかのように昔のままだ。いつ勝四郎様がお戻りになられてもよいようにこの家をお守りしてまいりました。まったくお前には礼の申しようがない。そして詫びの申しようもない。絹の商いはうまくいき、多くの金が手に入ったのだが、野盗に襲われ失ってしまったのだ。まあそのような恐ろしい目に。お前の方こそ計り知れないほどの恐ろしい目にあったのではないか。心細い日を過ごしてきたのではないか。一人で過ごす間も私は勝四郎様のことを思い続け、その思いをいくつもの歌にしてまいりました。歌に。時には花になぞらえ、時には鳥になぞらえたりしながら思いを歌にして綴りました。美濃宇佐は人下告げじ大阪の夕漬け鳥を秋もくれぬと。歌に込めた願いがようやく叶い、こうして再び勝四郎様と相まみえることができたのです。宮城、私は間違っていた。商いなどに出ずお前と一緒にいればよかったのだ。どうかご自分をお責めにならないでください。宮城はあなたのようなまっすぐな心をお持ちの方に嫁ぐことができて本当に嬉しゅう思っております。宮城。勝四郎様。なんだこれは。一体どうなっている。天井は崩れ落ち、見渡せば傷んだ壁に蜘蛛の巣や埃だらけではないか。まさか昨夜見たものはあやかしの類か。宮城、いないのか。宮城。ん、この木札に書かれた文字は宮城の字。さりともと思う心に。なんじゃ、想像しいぞ。あなたは里の外れの。
ん？お主は勝城ではないか。宮城は、宮城を見ませんでしたか。何を寝ぼけておるのだ。宮城ならば一昨年の秋に病で死んでしもうたわ。な、お前が旅立ってから何人の男が宮城をめとろうとしたかわからん。いっそ他の男にもらわれた方が幸せであったろうな。何度拒んでも言い寄る男もいたが、その時は刃物を自分の首筋に当てて、これ以上近寄ったら命を絶つなどと言って追い払っておった。そんな。戦の時は里を離れていたが、その後に女一人でここに戻り、この家で暮らしておった。勝城よ、今頃になって戻ってくるとは。その昔、ママのテコナという、それは美しい娘がおってな、国中のたくさんの男がその娘をめとろうとした。しかし誰かを選べば、選ばれなかった他の男が苦しむと思い、自ら命を絶ったという。宮城の心はそのテコナにも勝ろうよ。あの笑顔、あの声、あのぬくもり、あやかしではない。死してなお、宮城は私のことを待っていたのだ。私は木札に書かれた宮城の文字を今一度目にした。さりともと思う心に計られて、世にも今日まで生ける命か。あなたは秋に帰っては来なかった。それにしても必ず帰ってくると信じている。この私自身の心に計られるかのように、私は今日まで生きながらえている。ああ、この命よ、あなたがお戻りになるその日まで。